者をやらせていただきますじゃないですか。さっき3年1組の皆様と、給食をお共に食べさせていただいたんですけども、もっと喋りたかった。こんなに急いで食べなきゃいけないんだと思います。すみません。もっと僕みんなと喋りたかったなと思いながら食事を後にしました。内原さんは何か映画なのでおすすめシーンなどありますか？おすすめシーンですか？映画の中のセリフで、甘利田先生はシンプルだけども世の中はシンプルではないというセリフがあるんです。ちょっと真面目な話になると、学校で教わることって基準なんですね。当たり前のことなんです。シンプルなことを教えていただけるんです。すごく大切なことを教えていただけるんです。でも社会に出た時にそれが通用しないことがあるんです。だって今日本っていう国に生きていて、海外に行ったら法律もルールも秩序も規律も違う、習慣も所作も違う。日本でいいと思ったものが向こうでダメな時もあるんです。僕は大人になっていろんな人とお付き合いすることになったり、みんなもそれこれから就職したりして会社に勤めるかもしれない。同じ会社の中でも上司が違うだけで、やり方も正解もプロセスも違うことがあると思うんです。何を信じていいか分かんなくなる時が今でも僕はあるんです。でもそんな時に一番大切なことはシンプルなことだと。物事の本質と、根源っていうのは物事の始め。例えば僕は役者という職業を してるんです。一生懸命頑張りたいなと思った時も頑張るポイントが分からない時があったんです。若い時は僕はそうでした。でも役者というものがなぜ何百年も廃れずにずっと続いている職業であって、誰のために存在してて、どんな方たちに何を伝えるべきなのかっていう、その根源というものを見つめる、もともとすごくシンプルなことなんですけどね。そこを見つめると努力するポイントが見えてきたんです。真面目な話になってすいません。でもなんか世の中はシンプルになってほしいなと、僕の願いも込めてそういうセリフがあるので、甘利田先生はシンプルだけども世の中はシンプルではないという言葉が僕はすごく響きました。気に入っているシーンです。市原さんはプライベートで何か全力で取り組んでいることはありますか？ありすぎてとにかく楽しみたいんです。全力で楽しむっていいんですよ。この作品の中で一つ言いたいことが、先にお答えをしますと、僕はバイクが好きで、乗り物、車とかバイクが好きで、古いバイク、50年以上前のバイク、川崎 Z1 というものを乗ってるんですけども、今自分でエンジンを組んだりとかしてます。いつかそれでアメリカを横断できたらいいなとか思ってます。なんか好きなもの、なんか夢中になれるもの、この作品の中で甘利田先生って面白いですよね。笑いたくなっちゃいますね。僕は笑わせるんではなく笑われたかったんです。この甘利田先生で伝えたかったことが、どんなに滑稽な姿を見せても人に笑われても好きなものを好きと胸を張って人生を謳歌する気持ち、誰かにこれ言われたから自分ができなくなってしまったっていうのはすごくもったいない。自分を信じる力を諦めないでいただきたいという思いがあって、その滑稽な姿を見せても笑われても好きなものを好きと胸を張っていつまでも人生を楽しんでいただきたいなという思いがありますので、皆さんにもぜひ好きなものをたくさん作っていただきたいです。市原さんの中学時代の特技は何ですか？特技ですか？はい、もう多分見た目通りかもしれないですけど、2歳から機械体操と水泳やってましたので、逆立ち、バク転、バク宙、よくやってました。校庭一周逆立ちで歩いたりとか、よく模範演技でみんなの前でやってました。逆立ちです。思わないところですね。私はものすごく体育が苦手なので、その体操とかのことが全てもうダメで、逆立ちなんてもうできないぐらいもう全然ダメで、市原さんを見習って今度から頑張りたいと思います。どんなことでもできなくて当たり前もうそうなんですけど、どんなこともできなくて当たり前なんです。僕いつもいろんな方にお伝えしたいのは、どんなことだって最初はできなくて当たり前なんです。何かやりたいな、スポーツプレイヤーになりたいな、
あの憧れの人みたいな生活したいな、あの憧れの人みたいな職業をやりたいなと思った時に、あ、僕は私はできないかもしれないって最初の一歩でつまずいてしまうのは本当にもったいない。どんな人もできなくて当たり前ですから、それを諦めないでやり続けることを忘れないでいただけたら嬉しいですし、諦めなければ何にでもなれるという可能性を秘めているということをぜひ忘れないでいただきたいです。そしてごめんねなんかになっちゃってすいませんね。僕も自分の人生の中で反省していることが、もっと若い時はいい日になればいいなとか、いい環境になればいいなとか、いい人付き合いがいい人が寄ってきたらいいなとか、人のせいにしてたんです。でもそれは全部間違いだった。自分がいい日にすればいいんです。自分がいい環境を作る努力をするべきだったんです。で、自分がいい人付き合いをするために自分から優しさを提示したりとか、自分からちゃんとごめんなさい、おはようございます、ありがとうございます挨拶をすること、本当に全ては自分次第なんだと。365日24時間自分次第でいい未来を作れる分岐点にいるということを頭の隅っこでもいいので忘れないでいただけたら、もっと人生楽しめると思います。もう皆さんは何人でもなれる可能性があるということを忘れないでください。最初はできなくて当たり前です。学も勉強もそうだと思います。スポーツもそうかもしれません。好きなこんな職業になりたいとか、将来こんな夢がある、その夢のためにこれをやらなきゃいけないけども、一番最初に一歩を踏み出した時に、僕ね、私には無理かもしれないってみんなが思うんです。一人だけじゃないんです。思った時、その時にどうするか、諦めないでずっと続けた人間がその夢を勝ち取るんです。最初はできないどんなことも、でもそこからどうするかという、365日24時間その分岐点に立たされているということを、その可能性の分岐点に立たされているということを忘れないでいただけたら嬉しいです。あとはもう純粋に誰かの幸せを自分の幸せだと思って、隣の方でもいいですし、誰かが笑ったら純粋に笑えるというような、そんな優しい気持ちを忘れないでいただけたら、最初自分がその気持ちを持っていたら、自分から1人、2人、2人から3人、3人から5人、5人から10人と、必ず人は鏡だと言うんですけども、本当にその通りで、自分がその思いを提示してたら、周りもそういう思いになってきますので、どうかそんな気持ちも忘れないでいただけたら、より楽しい人生を送れるんではないかと思っています。そしてこの美味しい給食の主題歌、歌があるんですけども、シーズン1から約5年前から始まってるんですけども、ずっと変わらない歌があるんです。なぜ変わらないかというと、やっぱメッセージがすごく素敵だから。その中のメッセージで、僕が好きなことがうまくいかないこともたくさんあると思いますと、悲しみに打ちひしがれて膝を抱えて泣いてしまうよりもたくさんあると思います。僕もたくさんあります、今でも。皆さんもこれからもあるかもしれません。誰かが決めたルールやしがらみに縛られて、もうどうしようもなくなった時は、どうか自分のご自身の道を信じて歩いてみてください。そこで転んで涙でぼやけて前が見えなくなったとしても、このおいしい給食という作品と僕たちがいつどんな時も精一杯応援しながら、皆さんが立ち上がるまで見守っていますので、この作品は声を枯らしながらも叫び続ける応援歌のようなエールのような作品です。とにかく人生を楽しんでいただきたい。あまりだって本当に笑えないんですよ、滑稽なんですよ。でも誰かに笑われても滑稽な姿を見せても、好きなものを好きと胸を張って自分の道を信じて人生を精一杯謳歌していただきたい、そんな思いがたくさん詰まっていますので、そんな気持ちをぜひ組んでいただけたらありがたいです。皆さんに素敵な時間がたくさん増えることを心から